こんにちは。本日はですね、JTA626便那覇空港行きに乗って石垣空港から那覇に行きたいと思います。平日なのですが、ご覧のようにかなり混んでいます。保安検査場はご覧のように混んでます。日本トランスポート航空より沖縄那覇行き626便をご利用のお客様にご案内いたします。定刻17時50分発沖縄那覇行き626便は17時30分をもちまして、ご搭乗手続きならびに2階新聞検査場通過締め切りのお時間となります。まだ2階新聞検査場ご通過でないお客様、こちらの飛行機で那覇空港まで行きます。ジンベイジェットです。本日七夕だったため、荷物の引き換え券が七夕仕様になっております。再発券キャンペーンでもらえるクーポンのコーラルウェイン2倍券は7番ゲートの近くにあります。この飛行機で那覇に行きます。隣には与那国行き、同じ時間に出る与那国行き琉球エアコミューターが止まってます。系列会社です。石垣島の芝クルーバー方言でご挨拶させていただきます。ケラテラキュンケチゲンカイフリタボーリーシカイズニファイユー。この便は那覇空港行き日本トランスオーシャン航空626便でございます。目的地那覇空港までの飛行時間は40分を予定しております。この飛行機は間もなく離陸いたします。
の電子機器をご利用いただけます。なお他のお客様のご迷惑になりますので、携帯電話の通話はお控えください。またお降りの際には、携帯電話などのお忘れ物をなさいませんよう、シートポケットなどを確かめください。機内でのスムーズなご搭乗と確実なお手荷物収納のため、次回ご搭乗の際にもお手荷物の保護システムを付けにご協力いただきますようお願いいたします。お仕事やご旅行の際にも皆様と機内でお会いできますことを乗務員一同心よりお待ちしております。どなた様もこの先も気をつけてお迎えください。皆様、今日もワンワンザワイアンスメンバー日本トランソーシャン航空をご利用くださいまして、司会テミファイユーご乗車ありがとうございました。引き続きご案内いたします。航空機をご利用の皆様に国や沖縄県からのお願いです。マスク着用、手洗い、うがい、アルコール消毒などは感染症予防の基本です。空港や航空機内、公共交通機関をご利用の際、また沖縄県ご滞在中においても、新型コロナウイルス感染症まん延防止の観点から、これらの取り組みにご協力をお願いいたします。また、那覇空港到着口において、サーモグラフィーを設置しております。皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
ます。まもなく駐機場に到着いたします。飛行機が完全に停止し、シートベルト着用のサインが消えるまで、シートベルトをそのままお締めください。こちらの飛行機に乗って那覇空港に来ました。1時間ほど前にあった JTN の便と同じ時間に出るアナの便が石垣から那覇に来る便が欠航したのも影響してか満席でした。ちょっとびっくりしましたね。ということで本日は JTA626 便石垣空港発那覇空港行きに乗りました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。